石川県は県内に住む20代の女性が1月中旬にイギリスで報告された新型コロナウイルスの変異株に感染していたと発表しました変異株の感染が確認されたのは1月に新型コロナウイルス感染症を発症した県内在住の20代女性です県は厚生労働省の協力依頼を受け 去年12月以降に感染が判明し検体が残っている人を対象に先月から変異株のスクリーニング検査を実施しています昨日までに380人分を検査しましたがその結果20代の女性がイギリスで報告された変異株に感染していたことがわかりました女性が感染した際の検査では濃厚接触者はすべて陰性であることが確認されており 感染の拡大は報告されていません県内で新型コロナの変異株が確認されたのは今回が初めてです